おはようございます、ロックスケです。おはようございますというからには朝の収録なんですよね。昨日なんか気になる発表がありました。アメリカが DJI を排除するんですか？マジですか？DJI の機体は今のところ2機ありますけれどもね、マビックエアの2とマビックのミニとありますけれども、これね、時々プロペラが回らなくなることがあるんですよ。一番皆さん知ってるのは、飛行禁止区域だとプロペラ回りませんよね。自動的に GPS で感知してるのか。ただ自分が経験したのはね、やっぱ中国のサーバーに一回問い合わせてるのかな。午前中の仕事でね、どうしても離陸ができなかったんですよ。プロペラが回らなくって、でお昼を食べて午後になって1時になったら急にプロペラが回るようになったんですよね。まあ一応その前にね、ファームウェアの更新を求められたんですよ。うわ怖ーってね、中国のサーバーにいちいち聞かないと離陸できないのかと思ってね。いやどうなると思います、今回のね、アメリカの規制で。アメリカで8割のシェアでしょ。日本だとさ、この消費者向けのドローンではもう9割超えてんじゃないのってね、僕思うんですけれどもね。ただサービスがいいからね、2回まで墜落していい、物さえ回収できれば、ある程度の金額を払えばね、ケアフレッシュ、マビックのエア2、マビックのミニ2に関しては2年で3回、ね、それと機体保険とどっちがいいっていうのはね、結構、ネタになりますけれどもね。いやだから自分もね、測ったわけではないけれども、今回だからこの、オーテルロボティクスのこの、EVO2 Pro を買ったわけですけれども、もちろんケアフレッシュとかそういうサービスはないところで機体保険入って、機体保険が1万5000円でした。あれは価格に対してつきますからね。だから初心者には向いてないと思うよね。だから DJI いいところついてるなってね、思いますけれども、自作ドローンなら大体ね、どうしてもそうなるもんだしね。やっぱ1万5000円ぐらいの捨てドローンで、戦った方がいいですか、OM。OM からな、もっと小さいハイブンブンドローン開発してくださいって言われてるからな。はい。あとは何ですか、機体保険の話が出たところで、なんかカメラっていう項目があって、α7-3 とかってあるんですよ。なんでカメラがドローンの保険についてるんだろうと思ったら、ジンバルに下げて使う用途があるんだって。これジンバルに下げられるドローンあるんですか、シックスローターのマシン。いやー、α7 もね、 R だけ4型になったところで無印の4型になったら、これドローンに下げろって、それ勘弁してほしいなぁ、ね。はい。まあね、そんなんでありますけれどもね。EVO2 もプロにしたのは 8K バージョンがね、メインになってますけれども、こう機械式の絞りがついてるんですよ。だからマニュアルで撮るのにね、便利なんですよね。だからちょっと露出があって自動で動いてほしくないって時にね、シャッター速度とかね、絞りをね、固定することね、できるんでね、写真用途には便利かな。まあもちろん動画用途にもね、使えるんですけれどもね、その手の機能はね。自分は写真用途でね、よく露出固定とか使うんでね、これはいけるんじゃないのかななんてね。はい、 4K60 フレーム、写真はローで出力できますよというところで、仕事を受けてるんでね、もう一応このエア2ベースで仕事して、ちょっとスペックの高い仕事はこれで飛ぼうかななんてね、思っておりますけれどもね。はい、そんなんで、マビックミニも元気です。でもこれ本当にね、スタンドアローンで飛ぶんだね。コントローラーだけで昨日試験飛行しましたよ。まだセットアップ中なんでね、昨日飛ぶかどうかの試験飛行だけしたんですけれどもね、コントローラーだけでも飛んだ。でもすげえなんかね、速度も遅いし、なんかね、ターンもゆっくりしてるんだよね。マビックエアーキューンシュパーンってね、ローパスしてね、思いっきりターンしながらね、被写体を追うとかね、そういう飛び方してるから、お前ブドマに悪いんだろって言われちゃいますけれどもね。ちょっとこの機体であんまやりたくないな。はい、まあね、そんなんでね、ちょっと政治も絡めた意向がこう気になるところですが、今年来年の抱負はどうですかね。いい絵を撮っていきましょう。またお会いしましょう。さよなら。